和歌山県立美濃島高等学校は和歌山県有田市に所在する公立の高等学校。1907年に美濃島実業学校として開校した。公式野球部は1960年代後半から80年代にかけ、李東高監督のもと高校野球の競合校として全国的に知られる存在であった。全国制覇は春3回、夏1回の 計4回を数えた。1979年には史上3校目となる甲子園春夏連覇を達成している。中でも春夏連覇を果たした79年夏の甲子園大会の三島大陵応園長18回の試合は有名である。和歌山県は野球強豪県であり、その伝統は旧正和歌山中学校、旧正海荘中学校、 そして本校といずれも公立校で受け継がれてきた。近年は、私立の智弁和歌山高校にその座を譲っていた勘が、あったが2009年に18年ぶりに、第81回選抜大会に出場し、ベスト8の結果を残した。美藤校の長男、美藤剛が2013年に監督就任した、同年、第95回夏の甲子園大会出場を果たした。島は、 野球のほか、フィールドホッケーの競合としても知られている。インターハイホッケー競技大会通算37回出場、さらに選抜高校ホッケー大会と国体ホッケー競技大会で優勝歴がある。ありがとうございます。